あの車。それじゃあピーチ、後ろの扉がすごく気になるよ。うん、行こう。行こう。行くしかないよね。ね、行くしかないよ。どうなってんだろうね。怖すぎ。行く行く行く。なにこれ。悪魔乗る。どうしたらいいのこれ。開けれるかい。開けてみて。うん。どう。開けれる。開けれない。開けれないのかな。でも任せて僕に。僕には任せられないか。怪しい糸とつながってたこの扉のせいでお話がおかしくなっちゃったの。だけどさ、黒い袋だからできるかもしれないね。服の色関係あるかな。服の色関係あるかな。ここででもピーチが何とかしてくれないといけないんじゃないの。なんだろう、僕のきらめきがチクチクする。これってこの扉の嫌な感じに反応してる。もしかすると悪魔の呪いにかかってる。呪い、ちょっと待って、勘弁してください。呪いって何。あ、でも待って、もしかしてきらめきストーンで一時的に僕のきらめきを高めると開けれるかも。いくよピーチ、集めたきらめきストーンを僕に預けて。きらめきストーン10個渡しますか。はい、渡すしかないでしょう。よし、あとは任せて僕に。僕が何とかするよ、このきらめきストーンで。さあ、僕にきらめきのパワーがみなぎってきた。乗るよ。ステラ、何とかするのがステラですからね。光れ、そして扉よ、開け。すごい、すごいでしょね。うん、これ行きましょう。時空がなんか歪んでる。うわあ、よっちゃん。怖い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 。よっちゃん、よっちゃん。ぐるぐるしてる。よっちゃん、よっちゃん。わあよ。酔ってる場合じゃないっす。ないっすよ。うわあ、まぶしい、まぶしい。でも暗いけどまぶしい。なんか怖い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 。何これ。怖い怖い。悪魔。何？敵？モンスター？それとも？ミラーボール。なんでこんなお化けが。お前たち誰だ。どうやって闇の扉の中に。どうやってって。我々とグレープ様が作り変えてる劇の邪魔をしに来たのなら、闇の幻影技闇ラージュでこの俺様が懲らしめてやる。怖いことになったよピーチ。頑張って。何か、何か、きらめきのパワーで何とかするんだよ。こらしめ、こらしめ、こらしめてやる。ミラーバード、ミラーバード、ブー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 言ってる。おなら。何これ。何をやればいいんだ。初めてのボスだよ。うわー、なんか来た。ミラー。だけど、何もできない。お、それは、逆にそれを使うんじゃないか。ピーチ、ぶつからないようにそれをぶつけるんだ。おっと、どっか逃げたよ。こらしめて、こらしめてやる、やる、こらしめてやる。こら、こら、こらー、かーかーかー、逃げるな。反対にしてやった、わかりにくいだろ。けっ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 け、わかりやすいよ、こっちの方が。どうするんだい、PC。 どうする、それを当てるんだ。そのきらめきをするとなんかすごいね、とんがった物体に変わる。こらしめられない。反対にするのがまずかったか。よし、また反対にしてやる、やる、やる、やる。気をつけて。うわ、なんかいる。あれをこう飛ばしてたんだね。まだ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 。今だ。当たった。当たった。いた。なんかおかしい。なんか調子悪い。調子悪い。調子悪い。これ閉めてやる。これ閉めてやる。てかひっくり返してやる。ピーチ、気をつけて。敵がいっぱいいるよ。ちょっと分かりにくくなった。反対だからね。ここに。あのミラーバードが来た時に。これナイス。あー、割れた。わわわ、割れた。こらしめった。あ、それなんかするんだ。これ言っちゃった、なんか言っちゃった。ナイスピーチー。なんか自分で言ってたよね、これなんかするんだ。わぁ、ナイフ。わぁ、自分の声だ。ピーチー、すごい。きらめきパワーでなんとかなってる。え、僕だよ、魔法使えるか。ハートハート。こらしめたかったのに。かぁ、まだ終わってないぞ。だからといって次の攻撃はこれだ。キューブを落としてやる。ん、何をやるんだ。何をするんだ。あ、そしてこれで踏み潰す。作戦通りいった。まずいよピーチ。次行ってどうしたらいいんだろう。避けて。ナイス。攻撃したらいいのかな、それ。いや無理か。
あ、またそれだね。ダメだ。また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 。あのミラーバードが来てからだよ。まだだまだだまだだ。今だー。ナイスー。来てるよ敵よ。よく見て。危ない。キューブも来てるよ。危ない。それ攻撃して。オッケー。キューブに気をつけて。よしいいよ。しかしあの飛んでる敵厄介だな。まあまた転がってくるよ。ジャンプで避けるんだ。ああ、あと1回だけだよピーチー。もうやられるかも。ミラーバードのミラーを当てるんだ。もうすぐ来るよ。今だー。ナイス。わわ、2つも当たった。このこらこらしめ。ああああ、パワー全開、きらめきストーンでね。やった、ハートゲットしたよ。まだこらしめてやる、まだこらしめてやる。しつこいね、あのミラーバードも。次は、うわ、キューブがいっぱい。キューブの背が高くなってる。違う攻撃、うわー、気をつけて。危ない、転がってくる。まずいよ、ピーチー。そういう攻撃の仕方か。今度はジャンプしてきた。ミラーバードのミラーだ。それをなんとかして。うわー、もう復活してるんだよ。うわー、なんで。あ、惜しい。あー、ダメだ。ダメだ、攻撃。あー、本日の舞台はこれにて終了いたしました。お忘れ物のないようにお持ち帰りくださいと言いたいところですけど、まだ終わってません。ちょっと待ってください。嘘です。終わるわけにはいけないんで、うん、よっしゃ来た。よし、さっきのとこまで来たよ、うん、キューブがいっぱい落ちてくるから気をつけて、ピーチ。うわー、逃げないぞ。またすごいやつらだ。どっちがしつこいんだい。これだ、これ、これジャンプして上に行けないから逆さまになるよ。気をつけて。よし、オッケー。あとあれを避けるだけだ。ジャンプは少し前の方にジャンプしていくしかない。その場でジャンプはダメだ。あーあー、2位残ってる。なんとかなるかな。これを避けないと。来るよ、ナイス。いい感じに避けた。さあこれだ、敵が出てくるよ。まずい、あと1しかない。敵が来るよ。おー、危ない。それ当てるしかない。ダメだ。ジャンプで避ける。あー、ハートのお守りを使ってみる。持ち主を3回守ってくれるお守りだよ。やるしかないか。そうだね、やるしかないよ、うん、これにかける。よし、そのまま行くんだ、ピーチー。やったねー、まぶちー。わーい、寄ってほしい。わー、やったねー。お守り3回が役に立ったねー。よかったよ。作ってくれてありがとう。どういたしまして。舞台は取り戻せたかな。いや、違う、上に行けるようになったんだよね。アスコレーザーだ。でも上に行けるみたいだし、うん、ピーチのおかげでこのフロアが元通りに。やったね、ありがとう。でも、うん、キラリスタの姿が見えないままどこに行っちゃったんだろう。心配だな。ひょっとすると上のフロアに避難してるのかも。行ってみようよ。うん、行こう。それじゃあ上のフロアに行ってみよう。うん、うわ、真っ暗だ。またなるほど、ここにまた今度の舞台があるわけだね。スケートにあれが怪盗だね。そしてあれは名探偵剣士か。ということで今度はこのフロアをなんとかしていかないとね、ピーチ。うん、行かないとね。はい、ということで今回はね、初めてボスを倒してみました。もう強かった。強かった、ね、うん、ぜひみんなもやってください。今回のプリンセスピーチショータイムが面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。アナキナファミリー他にもたくさん動画があるんでぜひ見てください。それじゃあ次回の動画でまた。バイバイ。